ではね、とりあえずこの機体の合わせ目消しだったりとか、あとリベットとかね、このモールドが省略されているところがあるので、ちょっと手元にね、あまり詳しい資料がないんですけど、まあこんなところに入ってるんじゃないかなっていう思うところをね、追加していきたいと思います。まず合わせ目の部分をね、デザインナイフで少し表面をならしていきます。この合わせ目がね、どこまでちょっと消えたのか、これだと把握がしきれないので、一旦ね、軽くサフェーサー塗装を行います。目はね、綺麗になくなりましたね。で、やっぱりね、この辺とかモールドがちょっと薄くなっちゃったので、これからね、再現の方をしていきたいと思います。これ長谷川のね、筋彫り用のガイドなんですけど、この部分かな、ちょっとかなり薄くなってるので、これをね、今このガイドを使って再現していきたいんですが、ここかな、なんか失敗しそうで怖いな、これまあなんとか入りましたね。これ先に主翼の方のね、貼り合わせ作業の方を進めていきたいと思います。
これね、32分の1スケールのキットの中に付属している資料になるんですけど、今回ね、この製作している72分の1スケールのこのキットと実際ね、比べた時に省略されているところとかどこなんだろうなって思ってたんですけど、これタミヤの製品やっぱすごいなと思うのが、省略されている箇所はないんですよ。で、正直ね、この72分の1スケールの中でここまでね、省略なしで再現されてるのはね、すごいなと思いますよね。で、この主翼の部分とかも比べてたんですが、まあ裏面にね、若干ちょっとリベットとかがあった方がいいかなって思うところがあるんですけど、このね、機体に関しては正直もうこれ以上手を尽くすところがない感があるんですよ。で、本来あるかどうかわかんないんですけど、まあ、ちょっとこの辺のね、パネルのところに入ってるこの筋彫りモールドのところのリベットをまあちょっと入れてみて、で今回はね、一応モールドの追加はそのくらいにしておこうかなと思っています。で、今回ね、リベットを打つのに、こちらのね、トランペッターの工具を使っていきたいと思うんですけど、これちょっとね、使いづらくてね、しばらく放置してあったんですよね。で、今回ね、ちょっとなるべく使えるような環境に整えてね、使用してみたいと思いますので、ちょっとね、実験的にやっていきたいと思います。で、このね、ツールに付属しているこのリベットのね、このローラーが、それぞれ 0.5mm、0.7mm、1mm、1.3mm みたいな感じで刃が揃えられてるんですけど、今回はね、こちらの 0.7mm の方をね、使っていきたいと思います。で、まずはこのローラーをセットします。で、真ん中にピンを戻しといて、かな。結構ね、他の海外メーカーのね、製品でね、もっと簡単にリベットが打てる工具とか売ってるんですけど、なかなかね、この日本の国内で流通していないので、で、このね、Amazon の方でトランペッターさんのこのリベットを打つ工具はね、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、これはね、購入できるんですよね。で、これね、何が使いづらいかっていうと、こういうね、そのプラ板とかの上でこのコロ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 って転がしていくと、表面にね、リベットが入るようになってるんですよ。わかりますかね。今ちょっと墨入れをしてみたんですけど、ここにリベットがうっすら入るんですよね。で、これすごい便利は便利なんですけど、この刃をね、挟み込んでる両側のプラスチックがね、すごく厚いので、このね、この狙って線を引くときに、位置がね、定まらないんですよね。で、ちょっとね、この狙いづらい感があるので、しばらくちょっと使うのを控えていたんですが、結局なところ、この例えばですけど、定規みたいなもので当てがあって、このプラスチックの端っこがね、ずれないようにしてローラーをこう引いてあげると、おそらくね、まっすぐ打てるような気がするんですよね。で、ちょっとこれじゃあれか、ちょっと薄すぎるかな。こういうね、厚めの定規をね、当てがっといてあげて、で、これをね、その定規の角に合わせてこう引いてってあげるとまっすぐ入ると思うんですよね。うっすら今ここに入れたんですけど、一応ね、見た目はまっすぐ入ってると思います。で、ただこれをこういうね、この機体の上で同じことをやらないといけないので、今ね、ちょっとそれをどうしようか考えてるんですよね。これ今ね、0.5mm の透明のプラ板にね、両面テープを貼っつけてみたんですけど、
これでちょっと一旦ね、ちゃんと線が引けるかどうかやってみたいと思います。ちょっと実験でやってみましょう。あ、でも一応綺麗に引けてるかな。なんか大丈夫そうな感じはしますけどね。一応ね、この入るは入るんですけど、もう少しね、ちょっと力入れてね、リベットを打ち込んだ方がいいかもしれないですね。で、まずね、主翼の方で再現していきたいのが、この部分ですね。この部分のリベットを再現していきたいので、でそうするとね、ここになるんですよね。でこちらにはね、あのキットの方には再現がされてないので、今からねリベットを打ち込んでいきたいと思います。ちょっとリベットの位置を確認していきたいんですけど、とりあえずちょっと目測になっちゃうんですけど、この辺かな。ちょっとこの辺りで貼り付けてみましょう。リベットが、あ、これじゃあちょっと位置が良くないな。もう少しギリギリのところかな。あ、この辺りですかね。で、あとこのね、両サイドの方にもリベットをね、はみ出したくないので、一応ね、こうやって養生をしておきます。じゃあこれでね、ちょっとうまくいけばいいんですけど、まあ、試しにやってみましょう。で、こっからかな。この辺からこうやって入れていく感じですね。もう少しギリギリのところ攻めといた方が良かったかもしれないですけど、なんかうまく入りましたよね。ちょうどここなんですけど、ここにリベットが入りました。反対側の方もね、今打ち込んでいこうと思います。変かな。あ、いいんじゃないかな。今回のは結構うまくいきましたね。結構ギリギリのところに入れてみたんですけど、どうですか。ここですね。ここなかなかうまく入ったと思います。じゃあちょっと反対側もやりますか。ちゃんとね、位置だけしっかり合わせておいて、であとは丁寧にね、まっすぐ引いていきます。こっちはうまくいったな。よいしょ。回数をね、重ねるごとにやっぱうまくなりますよね。なんかだいぶね、慣れてきた感があるので、ちょっとね、ガイドなしでフリーハンドでやってみましょうね。なんかガイドなしでもだいぶ綺麗にね、入れられるようになってきましたね。はい、結構ね、フリーハンドでもね、この広い面積とかね、簡単にいけますね。で、これね、別に資料をね、確かめて入れたわけじゃないので、このリベットのね、位置はね、何の根拠もないんですけど、なんとなくね、この辺入ってるかなっていう見た目の問題で入れています。
反対側もねこんな感じで入れてみました。ではね、このまま塗装の方を行っていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは私が作りたいと思うプラモデルの制作過程を配信しています。何かリクエストがあればお気軽にコメントをしてください。 Twitter や Instagram もございますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。気に入っていただけましたら、いいねボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。